なぜ未来の松山が過ごしやすい街なのか、その理由を探しに来た未来少女たち。さあ、松山のいいところを見つけよう。大好き松山、音楽神話解き明かせ。今週は松山の自然を学び楽しむ取り組みをご紹介します。これは必見ですね。自然と触れ合うなら松山自然ネットワークへ。やってきたのは松山リサイクル館リックル。環境保全に関する展示やリサイクル家具の販売を行っていますが、去年から新たな活動も。石丸さん、その活動とは？松山自然ネットワークです。昨年度まで市内各地で自然観察会や体験型講座を行ってきた都市環境学習センター。去年4月からここリックルに拠点を移し、松山自然ネットワーク自然ネットとして活動しています。こちらがビオトープといって自然の生態系を再現したエリアです。確かによく見ると可愛い植物がたくさんですね。最近木蓮の花が咲いたんですよ。いやー、綺麗ですね。つくしが生えてますよ。水辺にはメダカや貝も住んでるんですよ。さらに屋外にはハーブ園もあるんです。素敵な香りのハーブに心癒されてみてはいかがですか。とここで変わったものを発見。これは昆虫ホテルといって街に虫を呼び戻すためのものです。実はドイツのフライブルク市からやってきたものなんです。ドイツから。リックルは平成24年、姉妹都市のフライブルク市にある環境啓発施設エコステーションと協定を結びました。この昆虫ホテルは友好の証としていただいたんです。にぎやかな声が聞こえてきましたけど、こちらでは何を作ってるんですか。こちらでは椿の入浴剤作りをしています。自然ネットでは自然と触れ合えるさまざまなイベントを実施しています。これでお風呂に入れたら肌がきれいになるかしら、それを期待して作りましたということで私も参加しました。固まってきましたか。固まってきました。すごい上手できた。早速使ってねお友達もできましたよ。あー、美味しいですね。こちらは大箱という植物から作られた野草茶です。4月16日にご来館された方にはこちらでお飲みいただけますので、自然の力ぜひ感じてほしいです。皆さんも松山自然ネットワークで松山の自然を見て触れて楽しく学びましょう。松山大好き。夏井月の温故知新。道後温泉本館は営業しながらの保存修理工事が始まって1年。オリジナルアニメーション火の鳥道後温泉編第2話四季と漱石を公開。プロジェクションマッピング第2弾もスタート。道後リボーンプロジェクトは着々と進行中です。